ヘイヤー、キムソ、デビル増えてきたと思います。今日はですね、シーズン6、守備面、トーメントに上がれば上がるほどきつくねということで、属性耐性と防御力ががっつり引かれるトーメント4とか超辛いよねというところで、そこら辺の対策、実際僕今トーメント4いろいろやってるんだけど、このトーメントの上に登れば登るほどきつい部分どうやって解決してるかっていうね、実際に僕がやったことをみんなと共有していきたいなというところで、早速本日の目次、1つ目、守備面きつい、2つ目、おすすめの装備で、最後にまとめやっていきましょう。でまず1つ目に守備面がきついということになってるんですけど、あの当面と上がっていけばいくほど、まあ、ワールドティアですね、このゲームの難易度を上げていけばいくほど、徐々に防御力と属性耐性値があのデフォルトで下げられます。なので、まあ、あのここら辺ね、防具とかを脱いでみると分かるんだけど、ちょっとねパラゴンとかが入ってるんであれなんですけど、属性耐性値がマイナス 73% とかがスタートです。ペナルティーマイナス 100% とか属性耐性値なので、めちゃくちゃ属性が厳しいです。で防御力とかもあの1000減少してスタートするので、なんか鎧とかつけても防御力が1も上がりませんっていうね、そのぐらいトーメント4って一番上になるときつくなってきて、でシーズン4までは、まあ、あのこんなきつくはなかったんですよ。でシーズン6から新たにこのワールドティアが改定されて、トーメントが1、2、3、4まで伸びたんですね。なのでこの4っていうところとか3っていうところがすごく防御力と耐性値が減って、すっごく簡単に死ねるようになっちゃって、めちゃくちゃ上に行くのがきつい。で、あのトーメントを、ね、あの解放するには奈落をクリアしないといけないんだけど、ここちょっとねあの重要なポイントなんだけど、奈落って今いるワールドティア、トーメント1にエキスパート、あのペニテント、何でもいいんだけどに関係なく、奈落はティア依存で勝手に難易度が変わります。なのであのトーメント3にいる状態でトーメント4の奈落のティア65に行ったら、トーメント4の属性とか防御のマイナス補正がかかりますっていうのがあるので、結局ここら辺ちゃんとクリアしていかないと厳しいよねってなるんですよ。なので今日は僕が実際にそうやって上がる時にどうやってしのいできたかをみんなで共有していきたいと思います。でね、メインテーマのおすすめ装備という形になるんだけど、おすすめ装備はあのまず前提として防御力1000、お前1000ないやないかって言われるんだけど安心してください。1000と、あとは属性耐性値 70% マックス、いや毒耐性70きっとるやないか、安心してくださいっていうところなんですけど、まあ、ここら辺でですねしっかり属性を、防御値を確保していく。でここら辺は後で説明するんだけど、あのなんでちょっと低いのかっていうのはね、なんだけどポイントとしてはその防御1000で属性 70% かっこトーメントだとマイナス 100% されるので 170% 実質積むみたいな感じなんだけど、そこら辺をどうやってやっていくかっていうところで、でまずちょっと全体的なとこで言えるのがあるんだけど、全体的な部分で言うとパラゴンで最後の微調整するみたいな感じになってます。パラゴンと宝石ですね、パラゴンと宝石を使ってあのなんていうの、足りない防御力耐性値を補うっていうのが最終調整部分で、まあ、ここは防御耐性両方にかかる話なので、先に話をしとくと宝石系とあとはパラゴンで最終調整をすると。でメインのドカンドカンって大きいところを属性とか防御力補正をあのカバーしていくのは何かっていうと、まず防御力の部分で言うと、まあ、一応ですね大きく俺が今回役に立つなって思ったのがアミレットの補正なんだけど、アミレットで防御力のパーセンテージの、アップするっていうのがあるんですよ。これですね、合計防御力パーセンテージ、これだと 46.1% ってなってるんだけど、これが非常に強いです。なのでネックレスでアミレットでユニークを使わない場合は合計防御力 46.1%、 ここら辺を使うとかなり幸せになれます。非常にいいですね、これはすごく俺は活用しましたっていう感じで、あとはもうやれることって言ったら実はそんな多くなくて、防具に防御力補正値、防御プラス316みたいな書いてあるじゃんこの鎧だと。で腕とかにもつけるっていう形になってますね。でほとんどのトップランカーはやっぱ防御力と耐性を積むのを苦戦してるので、オプション補正で大体防御力入ってます、余っているというか、そのユニークをつけていない防具欄のオプション補正は大体防御補正入っていることが多いです。なのでここら辺を持って使っていくと。で
あとはですね、化身なんだけど2つ大きく優秀な化身があります。で、重装と不服従っていうような化身なんだけど、まあ、実際にね見ていこうと思うんですが、まず不服従はこれですね。不服従っていうのはあの防御力の上がり値が一番高いです。なので防御が本当に足りない人は不服従をつけるといいかなって感じ。これは攻撃を当てると防御力がどんどん上がっていって、攻撃を当て続けると防御力がかなり高い状態をキープできるけど、攻撃が止んで4秒間経つと、なんていうの、防御力落ちてくんで、そこだけ注意してって感じですね。なのであのボス戦の入りとか最初のスタートとか大変になるけど、俺はその不服従をつけてるからスタート9-1なんだけど、あの初手でババババって攻撃して一気に線をあのぶち上げるって感じになってますっていう感じなので、不服従とかは防御力が結構きつい人はありだと思います。で、防御力が400ぐらいでいけるよっていう人は重装っていうね方がまあ多分いいかなっていう感じですね。で、重装に関してはマックス補正で472なんですよ。なので、まあ、472の範囲で足りる人はこっちを選択した方がいいって感じですね。もう単純に防御があのマックス補正で470に増えるっていう形です。で、まあ、俺の場合はなんで防御力あと90ちょっとで不服従にしてるのかっていうと、頭をね別のハーレクンじゃないやつに変えた時にちょっと弱くなるから、それ用でっていうところですかね。っていうところ、どっちも使えるようにしてるために不服従にしてるって感じで、まあ、重装は一応ネガティブなポイントとしては回避のクールダウンが 100% 増えるから、ステップでキュンってこういくやつあるじゃん、あれが回避のクールダウンが2倍になる、時間かかるのがね戻ってくるのがっていうところになるので、まあ、ここの2つを使うっていうのがポイントかな。なので、まあ、この防御の化身に関しては盾、頭、鎧、ズボン、アミュレットにつけれるので、まあ、余ったところにここら辺を1個つけとくといいかなって、まあ、両方はいらないと思う。よっぽどじゃないか限り重装と不服従ダブルはいらないと思うから、まあ本当にきつい時はつけてもいいし、ゴリラの化身で防御力が攻撃力に換算されるとか使う場合はもちろん使った方がいいんだけど、まあそれはまたちょっと別の話になるので、基本的にはそんな感じで、防御力を上げるにはアミュレットの防御力のパーセンテージ補正とかが今シーズンからかなり底上げされてます。前より強くなってます、かなり数値が。なのでこのアミュレットの合計防御力プラスパーセンテージであったり、であとは、まあ、普通にオプション補正の防御力で、あとは化身を使うっていう感じかな。不服従もしくは重装っていうところ、ここら辺がポイントになってきて、まあ、もちろんねアクセサリーのところとかで余ったところは骸骨とかね入れれば、まあ、結構強いんで、まあ、骸骨の、ですね、宝石ですね、宝石の最高補正で、プラス240か240されるので、まあ、これも結構でかいよねっていう形にはなってますね。なのでこんな感じで防御力は補っていくという形になっております。で、防御力一番手っ取り早くできるのはハーレクイーンっていうやつがいてハーレクイーンとかが結構楽ちんで上がるので強かったりしますね。今577とか上がってるんで、ハーレクイーン一発で、はい6割ぐらいをハーレクイーン1個で回収してくれるっていう感じになっておりますなのでハーレクイーンとか使うと結構幸せになれるけど、ミシックは運ゲーだから、まあまああったらラッキーぐらいのレベル、ぶっちゃけなので、そんな感じですねっていうところなんで、まあ、不服従プラスアミュレットに合計補正パーセンテージとか、あとはユニークじゃない部分の防具に防御補正値を入れておくっていうところが、リロールとかしておくが、まあ結構正解かな。なので今シーズンとかは結構俺その防御力が各部位、腰とか足とかについてるやつは比較的確保している感じにはなってますねっていうところかな。なので防御補正はそこら辺で補っていくと。で、防御補正が整ったら、さっきも言った通りこの宝石とか、あとはパラゴンを使って残りの防御がOK な状態であれば属性を調整していくみたいな形で、逆もしかりなんで、じゃあ逆に属性を先行して完成させるには何がいいかっていうと、実はですね、一発で解決できるのがあるんですけど、僕は持ってないんですけどね、はい、ティラエルっていうのがあって、ティラエルで全部属性問題解決できますティラエルがあると全部アミュレットを骸骨入れて 240×3 で、あれですかね、800ぐらい補えるんですかね、はい、800か700ぐらい補えるんで、まあ、結構余裕っていうかであとはどっかね、レジェンダリーの防具の一箇所ぐらい防御補正しとけば完結みたいな感じになるので、ティラエルがあるとマジで楽ちんになるんですけど、
まあ、さっきも言った通り俺も持ってないし未熟なんて運ゲーなんで、まあ、それは最終装備として普通の状況として考えると、あの耐性補正値何がいいかっていうと、俺めちゃくちゃおすすめできるのがあって、それが2つあるんですけど、まあ、今履いてるやつも含めっていう形ではあるんですけど、あのブーツがあるんすよ。ラカノスとイエンっていうこの2つのブーツ、これが非常に強いんですよ。なのでこの2つのブーツがガチでおすすめ。しかもこの2つのブーツとも基本的にはあのターゲットファーミングできます。イエンがジアで、ラカノスがあの極炎軍団でターゲットファーミングできるので、あの狙って落とせるって感じですね。落とすユニークが決まってて、ジアはその落とすリストの中にイエンが必ず入ってる、でラカノスもあの極炎軍団 の, あのリストに必ず入ってるって形なんで、まあ、そういう風にやっていただくといいかな。でラカノス の, この星付きというかそれのやつはあの極炎軍団の200の宝箱から出ましたし、イエンはどこで出たかごめんちょっと忘れちゃったんだけど、まあ、そんな感じで、普通に出てますんで、多分ジアで出たんかな、イエンも多分おそらくそんな感じなので結構強いです。で全体性でがっつり上げてくれるので非常に強くて、でラカノスの方が、まあ、あれですね、上がり率はおそらく高いのかなっていう形にはなっているので、まあ、結構優秀な、ステータスにはなってるかなというふうには思いますね。であとは何を選ぶかだよね。で俺がなぜ今イエンにしているのかっていうと、リソース生成量が増えるから、このビルド的にはそのビルドに合う合わないの話だから、もうここは個別判断してほしいところではあるんだけど、そのリソース生成量によってみたいな感じになるから、まあ、結構優秀っていうところだよね。なので、まあ、そこで上げているっていう形になります。もちろんねラカノスに関しては非物理ダメージとかが上がるんで、まあ、要するに通常の殴りの物理攻撃以外、属性の炎とか電撃とか闇とかそこら辺の攻撃力も上がるっていうところで、クールダウンも短縮してっていうので、まあ、結構ラカノスは優秀なあの部分だよねっていう風な話なんで、まあ、あのどっちがいいか本当にそれぞれなんだけど、俺の方はイエンが先に手に入ってかつリソース生成量が入ってたんで、あいいじゃんと思ってそのまま使ってるって形ですね。なので人によってはラカノスの方がいい場合もあるし、てかまあどっちでもいいんだけど、先に手に入ったら、まあ、そもそも俺あのラカノスとかイエンとかあるんだけど、まあ、あのラカノス の, あのグレーターフィックスなしのソレイじゃない方をずっと使ってて、でその後たまたまグレーターフィックスのイエンが出たから使ってるっていう話なだけなんで、まあ、ラカノスかイエンどっちかが出ればマジで一気に変わる。もうね、足1個で、40% ぐらいの体勢を一気に回収してくれるからめちゃくちゃ優秀なんですよっていうところですね。なのでこ の, あのブーツは2つのブーツはめちゃくちゃおすすめなんで、とりあえずあのそれじゃなくていいから、普通のやつでいいから、今いけるティアのトーメントの一番低いところでいいから、まあ、とりあえず取るっていうのが一番いいかな。まあ、極炎軍団が一番いいかな。極炎軍団だと確定で200でソレイの可能性があるから、ラカノスのソレイが出る可能性が一応あるから、あの確定のソレイ枠っていうのがあるからね、200 の, あの宝箱は最後のね、極炎の。なので、まあ、そこでラカノスとかを狙うといいかなって感じで、おまけでジア行ってたまたま出たらラッキーみたいな感じだと思うので、そこら辺で、まあ、あのやっていただくといいかな。あとはもちろんおボールガチャもありです、はい、っていうところなんで、そこら辺でやっていただくといいんじゃないかなっていう風に思ってますね。なので、まあ、こういった流れで、属性耐性は全体性を一気にグッて上げるのはここら辺がいいかなって感じで、もちろんこの 30-40% じゃ全然足りないので、鎧に全体性とかあるとめちゃくちゃ幸せになれるので、結構耐性は入れておいた方がいいし、あとはアミレットとかリングとかでですね、ここら辺で属性 の, あのパーセンテージっていうものがデフォルトで上がるっていうのがあるんですよ。なのでここら辺とかも有効活用していくといいのかなというふうには思いますね。でこれ見てもらうと分かるんだけど、それと通常 の, ノーマルの装備品だと、まあ、タリスマンがそれじゃない通常で全体性 25% で、左のレジェンダリーのやつは全体性 30% って形で、それと通常だと 5% 全体性の開きとかがあったりするので、まあ、ここら辺は本当は全部それにした上でやると幸せになるんだけど、なかなか難しいんで、とりあえずはアクセサリーでいいのがあれば使った方がお得だよっていうところもありますねっていう感じなので、まあ、とりあえずブーツで、まあ、イエンとかラカノスで全上げしてグッと上げて、でそっからですね、まあ、パラゴンとか宝石とか、あとは鎧とかの補正値を上げていくっていうところで、一発どっかね、やっぱね一発どっかドカンって上げてほしいのよ。でそこがね、まあ、イエンとかラカノスはガチで助かる。
これがあると本当ね、あの有利になるから、これはねやっていただくとマジでいい感じかなというふうには思いますね。なのでそんな感じかな。で今の俺の装備体系で言うと、ハーレクイーンと鎧と腕で防御補正をあの担保してて、でそこから不服従で最終的に1000まで持っていくと。で属性耐性に関してはもちろんこのイエンですね、イエンを強化してて、あとは宝石を使ってる。であとはもちろんパッシブとかね、あのパラゴンとかあるんで、パッシブであの毒耐性 15% 上げたり、パラゴンとかでも上げてったりっていうのはあるので、まあそんな中であのやってるっていう形ですね。まあちょっとどこが上げたかも覚えてないんだけど、あのいっぱいあるからっていう感じで、まあとりあえずそういう風に上げてるっていうところなので、基本的にはあのどっかでドンドンって大きめに上げるのが欲しいんですよ。でブーツで属性上げたりとか、今だと俺はハーレクイーンで防御力ドンって上げるとか、マイナス1000あるからねスタートが。なのでそういった形で積んでいくっていう風になるので、まあ、そこでやっていくって形で、毒補正に関してもこれ戦闘エリアに入ると自動的に耐性が 70% 超えますっていう感じ。まあ、ちょっとねこれあのパッシブスキルの関係上っていうか、そのスピリットボーンのスキルでよくありがちなんだけど、あのユニークとかパッシブとか含め、なんか戦闘エリアに入らないとステータスに適用されないっていうのが多いです。でまあ一応これね、あの訓練場ってあの一応戦闘フィールドになるんで、こんな感じでシャドウ耐性 73% まで上がるみたいなのはありますねっていう感じになってるの で、あとちなみに言うと、あのステータスつけっぱのまま攻撃するとこうやって今防御力が1679まで上がってるんだけど、まあこれは不服従でこんな感じで上がってるっていうところですね。ただ4秒ね攻撃しないとあの減っちゃう、ポンって900戻るので、まあそこは気をつけてねっていう形にはなってますねというところなので、まあこんな感じでね防御力と属性耐性値はあの持っていくという風な形です。ただこれスタートラインです、スタートラインです。なのであとはこっからプラスアルファでまずダメージ軽減が必要になってきます。ダメージ軽減というのは何かっていうと、ですね、防御の欄にあったこれ全ダメージ減少で、障壁によるダメージ減少とかなんかいろいろこの辺にあるじゃん、ダメージ減少ですね。でここら辺を上げていくっていうのが大事です。でまたこれもね結局戦闘エリアで最終的にどこまで上がるかっていうのが大切になるので、まあいろいろね訓練場でね見ていただくって形にはなるんですけど、最終的にこのダメージ減少がかなり上がることによってで、あのマジでダメージが全然通らなくなります、いろんなところで。なので非常に強いんですよそれがっていう形になるので、まあ、そこら辺でね今あのダメージ減少が 55.7% とかかっていう感じで結構高いんですよ。でさらに脆弱状態の敵からは 15% マイナスで、さらにブロックした時は 21% なんで76、78、90ちょっとか90数パーセント現状だとスピリットボーンはブロックとかするとあのあれなんですよね、いい感じにダメージを軽減してくれるっていう形になるので、めちゃくちゃそこら辺が強いんですよっていうので、かなりですねこのダメージ減少率は大事なので、ダメージ減少というものは取っておけば置くだけ幸せになれるんで、そこら辺はねあの意識して積んでみるとかなり幸せになれますっていうような形ですね。であとは今さこれ障壁969って書いてあるじゃん、障壁とあとは強化値っていう2つのですね、あのなんて言うんですかね、 HP を守るアーマーみたいな感じ、もうエーペックスで言うと完全にアーマーなんだけどがあります。でその障壁とあとは強化値っていうのはめちゃくちゃ強いので、それをあのビルドの中で組み込むっていうのが大事なので、障壁もしくは強化もしくはどっちもっていう形になるんだけど、両方なしは相当きついから、まあ、ローグで回避めっちゃ積むとかはワンチャンあるかもしれないんだけど、まあ、なかなかねあのそれはハイエンドな感じになるから、そこを考えると、まあ、あのできれば障壁強化値どちらかを組み込んで必ずそれが展開して自分が有利になる状況を作るっていうのが大事ですね。で、ですね、基本的にはあの実は今シーズンめっちゃ簡単なのがあって、大地の守りっていうルーンがあるんですよ。まあ、そのルーンの名前はですね大地の守りじゃないんですけど、大地の守りっていうドルイドのスキルを発動できるルーンがあるんですね。でそれが非常に強い、これ9かな、名前は名前9ですね。でこれを使うとかなりいい感じになるので、ビルドに合わせて、例えば俺のビルドだったら MP を消費したら、なんていうの、簡単に供物が溜まるようにしてるん で MP めっちゃ消費するから大地の守りをめちゃくちゃ連発できるって形にはなってるんですけど、まあ、そういう風に大地の守りとかをルーンで連発できるようにするとかなり障壁はあのできますので、まあ、そんな感じでやっていただくといいかなっていうところですね。今さ突っ込んだだけでさもうすぐ障壁展開されてんじゃんっていう形にはなっておりますので、こんな感じで使っていただくと
といいかなっていうところになってますね。であとはね、障壁とか強化は結構クラスの中でいろいろ入ってたりするから、レジェンダリーとかユニークとか、あとは普通にスキルツリーとかに入ってるから、まあ、そこら辺を使っていただくような形になるかな。でダメージ軽減に関しては、もちろんパッシブとかもあったりするんだけど、スキルツリー上のね、まあ、装備とか、あとはまあその組み合わせ、まあ、毒ダメージ受けてるとかシャドウダメージ受けてる敵から の, ダメージ減少率とかもあるし、そういった限定的なものも含め結構取っていく、拾っていくっていうのはかなり大事になってくるし、なので、まあ、ハーレクイーンとかもそうだし、普通にね、スキルとしても存在するし、レジェンダリーのスキルとしてもダメージ減少に関しては。で、まあ、正直ね、防御力1000あります。属性耐性 70% 確保しました。では、だけでは難しいので勝てないので、そこで障壁ちゃんと考える。強化値考える。で、ダメージ減少考えるっていうのが大事になってくるので、まあ、そこがポイントですね。で、最後にはライフです。ライフ。HP を上げていく。結局障壁持ってます、ダメージ軽減ある程度積んでます。俺とかさ90何パーあったじゃん。で防御力1000あります。属性耐性 70% あります。で天井がだいたいね来るんですよ、そういう感じで。そしたら無限にあとは伸ばせるのはライフしかないです。まあ別に無限なわけじゃないんだけど、一番伸びしろがあるのはライフなんで、まずベースの防御力、属性耐性で、あとはダメージ軽減、障壁オア強化値、ここら辺はなんていうの、ある程度いい感じにビルドのボックスの中で綺麗に収まったら、最後はライフをどんどん積んでいくって感じで、ここまで積んで無理だったらライフが足りないっていう話になるから、そういう風な考え方でやるといいよっていうところになってますね。なのでまずは防御足りてますか、属性足りてますか、で障壁持ってますか、強化持ってますか、でダメージ軽減どのくらいありますかみたいなので、どんどんやってって、ある程度溜まってってまだ死ぬんだったらライフ上げましょうねっていう、そんな順番になってるので、ぜひねそのルートで見ていただくと分かりやすいかなっていう風に思いますので、最後にこれを踏まえてまとめやっていきたいと思います。まとめとしては、シーズン6からトーメント3あたりからガチでなんか前のシーズン5より難しくなってるので、俺はしんどいって言いながらいろいろやって、あラカノス様ラカノス様とかやって、ブーツをねめちゃくちゃね、今は家なんだけど祝福されてるみたいな感じでねやったりしてるんですが、まあ、やっぱりそういった一応ね使いやすいアイテムとかコツとかがあるので、そこら辺を使っていく。ただハーレクインとかティライルがあると一発で一部が防御オア属性耐性が結構な面でバコン解決されるので、非常に特にティライルは本当に現環境最強鎧の一つだと言っても過言ではないぐらい、本当に一撃で属性耐性バチコン解除してくれるから、なんていうの問題をね。なのであとは防御力だけ考えればいいみたいな感じで、マイナス1000とプラス1000を、まあ合計2000を考えればいいので、トーメント4ではっていう形になるので、非常に強力ですという形になっているので、まあ、ティライル持ってる人はおめでとうと、持ってない俺みたいな感じだとちょっと頑張ろうぜ一緒にっていう形にはなります。はいなのでそんな感じの、まあ、組み方になるので、人によってね装備のドロップ状況なんてもう本当に運ゲーだから、そこを考えると、まあアミュレットの防御パーセンテージ使ったりとか、まあパラゴンとか宝石でプラスアルファしたりとかっていうのを、まあ、基本的にやっていくっていうところになるので、まあとりあえずさっきも言ったけど、防御属性をまずクリアする、そこからダメージ減少率で、障壁オア強化値を確保する、で最後にライフをどんどん積んでいくっていうルートになるので、そこでねやっていただければいいんじゃないかなっていう形で、ぜひね皆さんの装備ねいろいろ考えてみるといいんじゃないかなっていうか、やっぱハクスラってさビルド考えてるときは一番楽しくねなのでそこら辺でねみんな楽しくねディアブルやっていければって感じでね、今日はこの辺にしておきたいと思います。で KTR ゲームではこんな感じでディアブルの動画ね結構ねサーバースラムの頃から作ってますので、ぜひ皆さんチャンネル登録と高評価で応援していただければ幸いです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。またぜひ次の動画でお会いしましょう。バイバイ。